マーケットアナライズプラス BS1212毎週土曜日昼1時放送。鈴木さんが選ぶ今週の良かった銘柄と悪かった銘柄を発表する鈴木和之の今週の MVS のコーナーです。お願いします。はい、まずはそのトヨタですね。これは良いとか悪いとかっていう問題ではなくて、特に先週の木曜金曜2日続けて 4% ずつ下がるという強烈なこの売り圧力が瞬間的に押し寄せる、トヨタですらここまで下がるという状況が起こりましたね。でそれが今週少しずつ戻ってはきてるのですが、ただ全部値を戻すまでには今のところ至っていないという状況で、方向感がまだ今のところははっきりと出ていません。トヨタに関して言えば、その4割の減産は確かに9月中ぐらいは起こりますが、その年間の生産計画は変更せずという状況ですので、ひとまず、マーケットでは安心して受け止めているという見方になっています。はい、続いてファナックです。はい、しかしその、トヨタ減産に代表されるような、世界的な半導体不足、サプライチェーンの混乱というものがやはり続いておりまして、これは、景気敏感の代表的なものですね。ファナックは、少し戻ったんですが、週末にかけて軟調な動きが続いていると弱さが感じられます。はい、同じようにこちら昭和電工、景気敏感株の代表選手ですが、これは週の中に公募増資1000億円を超える公募増資を発表しましたので、そこから株価は大きく売られてしまいました。希薄化というものですね。発行株数が増えるということをマーケットは常に嫌がります。で昭和電工に限らず、その公募増資を行って、資金を調達する会社がかなりの数今ここに来て増えているという状況でもあります。はい、続いて良かった銘柄見ていきます。はい、これ NTT データですね。もともと決算が相当良かったです。8月5日に発表した決算では、これが営業利益が7割ぐらい増えているという状況ですね。このあたりから、デジタル庁が9月の1日に発足するというのもありますが、 NTT データ、それから野村総合研究所、いずれもソフトウェアのところが堅調な動きをキープしています。はい、それからインターネットインシャンス、これも IAJ ですね。これも8月10日に発表した第一四半期の決算で、営業利益が 110% 増益、前年比2倍、前年が相当低いということもありますが、通期の業績2割増益は変更してませんので、増額修正の期待が高まっているというところがあります。はい、それからキッコーマンですね。これも第一四半期で売上が 20% 増えている、これも前年が相当落ち込んでいるということもありますが、特に海外が伸びています。日本と同じように世界中がこのおうち時間、外出禁止、ステイホームの状況で、健康志向が高まっていると、健康になろうというので食生活を改善しようとすると、やっぱり和食の人気もそれだけ高まるという、特に先進国ですね。はい、醤油の売上もほど増えているということで、海外がだから売上2割増えてますが、第一半期で日本国内だけ見ると 1% ぐらいしか増えてない、海外が4割ぐらい増えてるという状況で、それ10年間でキッコーマン株価やっぱり10倍近くまで、天馬岩に近いという銘柄ですね。この辺りはしっかりしてます。はい、そしてもう一つ、はい、これ JR 東日本、これアフターコロナ経済再開期待、デルタ株が蔓延して日本でも新規の感染者が相当広がっているという現状であります。緊急事態宣言の適用地域が拡大しているという状況ではありますが、今週は電鉄株、それから航空会社、旅行代理店、このあたりの株価が週を通じて非常にしっかりした動きを見せたというのも大きな特徴でした。マーケットアナライズプラス BS1212 毎週土曜日昼1時放送。